てどうすかな。聞きに来たんだ。なんてことだ。ご飯も海王神様もベジータまでもやられちまったなんて。魔人ブーの強さは海王神様が恐れていた通り想像を絶するものだ。このまま放っておけば。でもよ、悟空、お前が生きて…はっきり言おう。無理だ。オーラには倒せる。ベジータとオーラとはほとんど実力に差がなかった。悪いが…そうか。くそー、ベジータがご飯のど…いや、大人数でかかったもん。遅い。いや、そうじゃな…なんだフュージョン…メタモル星人の得意な術だ。知ってんか、デンデ。そうだ、あの世でやがかなり近い場合にだけできる。つまり2人が一つに融合することでそれぞれでは30分したら元に戻っちまうんだけど。なるほど。ご飯かベジータ、とてつもない戦士となりだが、もしかして中で寝てる2人ができないのか。いいぞ、その手だ。ピッコロ、ギリギリまでオラがチビたちに冬、あとはおめえが引き継いで。よし、いいぞいいぞ、あのチビたちなら。ただしトランクスとゴテンがフュージョンとやらを完成させるまで、それまでには相当な数の人間が魔人ブーの犠牲になるだろう。これは賭けだ。もし絶滅させられても、おめえ、なんだ、シェンロンが出る。ドラゴンボールを集めた。ただ事情は知らないはずだ。そうか、ベジータはそれを。まずいですよ。すぐに行って止めてくる。悟空が推測した通り、すでにその願いは叶えてしまっていたが、シェンロンは消え、次にドラゴンボールが復活するのは4ヶ月後。何が起きているのか分からず不安なブルマたちを避難させるため、悟空はみんなを神様の神殿に そしてここにドラゴンボールの願いで生き返った者がいた。私は確かダーブラに殺されたはず。生き返ったのか。信じられん。海王神様、一体何が。ほん、よし、生きておられる。海王神様、海王神様、よかった、間に合ったぞ。キビト、どういうことだ。お前は確かに死んだはずです。しかもバラバラになって。はい、私も一体どうやって生き返ったのか不思議で。そうだ、キビト、急ぎなさい。ゴハンさんも危ない。絶対に孫悟飯さんを死なせてはいけません。これは海王神様と同じく危ないところでしたな。よかった、キビト、悟飯さんのパワー回復は海王神界についてからにしましょう。まさか人間を海王神界に踏み入れさせるおつもりなのですか。そうですよ。さあ急ぎましょう。死んでしまいますよ。はい、開会。
海王神会。海王神様の？本来この海王神会は、あ、お宅は確か死んだはずじゃ。いや、そうではない。あ、Z ソードを使って魔人ブーを。ゴハンさんならきっとあの剣を使えるはずです。ん？お気は確かですか、海王神様。この私はおろか、何人もの海王キビトは死んでいたから知らないのです。とにかく試しに。その服装、このせ、おお、あれが Z ソード？この剣が Z ソードです。はあ、引き抜いてください。私引き抜くんですか？この凄まじいパワーを得ると伝えられている。すっごくよく切れる。心配するな、お前キビト、黙ってみ。さあゴハンさん。はあ、よし。ダメだ。よし、よし、いいよ。スーパーサイヤ人か。まあ同じ。無理だ、何人もの海王神様。ほら、やった。なんと。どうせ言わなきゃいけねえことだから言う。ゴテンとトランクスは無事だが、ゴハンとベジータは魔人ブーに殺された。父、ベジータが、そんな。僕の声が聞こえるかな、地球の諸君。今魔法でお前たちの心に話しかけてるんだ。目をつぶってみてくれ。これから映像を送ってやるからさ。僕はバビディという怖い魔導士だよ。そしてこいつは僕の家来のもっともっと怖い魔人ブー。なんだこりゃ。見えるか、お前も。おお、どうなってんだ。実は今日不愉快な目に遭っちゃってさ、ある三人のバカたちを探してるんだよ。こいつとこいつとこいつ、この3人のバカが出てこないとどうなるか、これからちょっとだけ教えてあげるよ。さあ始めろ、魔人ブー。おい、あの野郎、やりやがった。もう一度言うよ、この三匹がどこにいるか教えるんだ。でないと5日間後には地球人は全滅しちゃうよ。
じゃあ情報待ってるよ。くそ、あの野郎。あいつらがベジータとゴハン君を殺したのね。みすみす犠牲者を出すことはない。俺が出ていく。ダメだ。おめえが死んじまったら誰がオラの代わりにトランクスとゴテンにフュージョンを教え込むんだ。殺されたみんなや破壊された地上はドラゴンボールで元に戻れるんだ。気にすんな。なるほど。嘘だ。パパがあんな奴に。泣くな。そんな暇はねえぞ。悔しかったら新しい技を早く覚えて仇を撃て。分かったな。始めぞ。ピッコロもよく覚えておいてくれ。よし、フュージョンの地球人の諸君、3匹の中の1匹トランクス、これから行ってみようか。早く出てきた方がいい。くそ。ソン君、パパもママも殺されちゃう。大丈夫だ、ドラゴン。違うの。研究所が吹っ飛ばされちゃったら、あのレーダー特殊な部品がつかまり二度と困ったな。よし、魔人ブーとバビディは大丈夫。おじさん、まあ少しぐらいはなんとかなるさ。それより急げ。急いで奴らのところへ。どれくらい時間稼ぎできるか。いた。よう、ちょっと中古。いいか、おめえの探してる3人だから、それまで待て。なんで待つんだ。ああ、おめえらを倒す。僕たちそんなのを待ってやだろうな。そう言うと思ったぜ。へへへ、面白い。おい、魔人ブー。分かった。なんだおめえ、そんなに強いの。うるさい、魔人ブーは僕の。なんだ。俺を封じ込めたらお前あいつ。こいつめ。でもあいつ倒してやる。良い子みた。チッショー。ケッケ、無駄だ無駄だ。ベジータだってそれをやっても無駄だったろ。じゃあスーパーサイヤ人を超えた。スーパーサイヤ人をもう一つ超えてみるか。何？これがスーパーサイヤ人の状態。そしてこれがスーパーサイヤ人を超えたスーパーサイヤ人。スーパーサイヤ人2ってとこかな。くだらない変身だよ。大して変わってないじゃん。そしてこれがさらにそれを超えた。
がスーパーサイヤ人3だ。時間がかかってすまなかったな。まだこの変化に慣れていねえんだ。怖い顔になったってちっとも怖くないぞ。そういうことだバカめ。あんなのあっさり片付けちゃえ魔人ブー。でも時間を稼がねえとな。戦いを楽しんでやる。余裕たっぷりだな。あんまり聞いてねえみたいな。オラの時間がなくなった顔してるけど天才だ。おほとんどダメージなし。ん？トランクスの気が早っ。おい、何前と戦うの。そいつは光栄だが、オラには時間。逃げられると思うなよ。いいかバビディ、てめえの探しだから。強いのか。けっけっけっ。ち、惜しいな。お前がグズグズしてたからだ。バビディ様、俺に何喋れないだろ。俺を封じ込める呪文もお前からいろいろ覚えた。さて、強いやつやってくるまで退屈だから、地球人全滅して。バビディがいなくなって魔人ブーは計算なしで破壊を楽しんでやる。どうした、ソン。さっきのスーパーサイヤ人3ってのな、使うエネルギーが大きすぎて一気にヘトヘトになっちまう。オラに残された時間はあんまりねえ。それまでに何としてでもチビ二人にフュージョンを完成してもらうしかないな。
希望の星は。持ってきました。これでしょ、ドラゴンレーダーって。よし、もうほんの少ししか時間がなくなっちまった。おめえら気合い入れてやるよ。はい先生。二人の木の大きさを同じにする必要があるが、後で練習しておいてくれ。いいか、本当に難しいのはこれからだぞ。フュージョンポーズを二人全く同じに取るんだ。これからそのポーズを教えるから、よく見て覚えてくれ。まず二人がある程度の距離を置いて立って、こうする。腕の角度に気をつけろ。フュー、腕を反対にしながら二人が近づく。この時動かす足は3歩分だ。ジョン、手はグーに変える。やはり足の角度に気をつけろ。はっ、こうして二人の指を合わせるんだ。外の足をピーンと伸ばすの忘れんな。どうしよう、かっこ悪いぞ。うん、じゃあ次は分かりやすいようにピッコロと二人でやってみっから、よく見てろ。お、俺がか。こうやって鏡に映したみてえに二人で逆に動くんだ。フュージョン、はっ、よし、さあやれ。ワンツーワンツー。悟空、もうそろそろ時間じゃ。あの世に帰るぞい。うん、わかった。ピコロ、あとは頼んだ。ああ。悟空、元気でな。っていうのも変だが、元気でな。さようなら、孫くん。父、そう落ち込むな。おめえには御殿がいるじゃねえか。でも、もし魔人ブーに殺されちまったら。心配すんな。今やってる技が完成すりゃ、絶対負けやしねえから。あの世でご飯に会ったら、よろしく言っといてやるさ。うん、あの、私、ごはんくんはまだ生きてると思うんです。そうだな、生きてるといいな。はい、ではここまでじゃ。行くぞ悟空。なんだごてん。わかった。おめえ父ちゃんに抱っこしてほしいんだべ。なんだ。だったら早く言えよかったのによ。ごてん、母ちゃんを頼んだぞ。あの野郎、演技でもねえこと言いやがって。よし悟空、あとは自分。サンキューばあちゃん。
ご飯はもう天国に行ってんかな。ん？これはご飯なんで？よし。一体どこなんだ、ここは。いる。確かにご飯の気を感じっぞ。こそなんでここへ。ああ、そうですか、魔人ブーはそんなに地球をめちゃくちゃに。それにしてもそいつがさっき話してた伝説の剣か、すんげえ切れ味なんだろうな。その Z ソードっちゅうの。そうだ、宇宙で一番硬いと言われる金属、カッチンコで試してみましょうよ。ははきっと豆腐みたいにスパスパ切れますよ、この Z ソードならね。いきますよ。イエーイ。神様がだって手にしたもん。へへ、違いますよ。だあれ、なんだ。わしゃよ、おめえのよ、15代前のよ、海王神なんだ。15代前、はい、昔わしの恐ろしいのあの剣に封じ。本当にそんなすげえ能力も。ふーんだ、だったらもう。えそのうち本物の女のおっぱいや尻触らして。ほんとか。ああ、バッチリさ。やっぱ亀仙人。そんでさ、その能力なら。まあ絶対とは言えん。よしごはん、おらも下界には。え、ぼ尻やおっぱい触らせるだけで宇宙は救えても。そんでその能力。わしゃよ、隠された力を。なんだよ。何を言うか。おい、あの剣を抜いたの。ちょっと来い。よし、そこに立って。あまり動いちゃいかんぞ。はい。では行く。マジ。ファンファンファン、ファンファンファン。
フン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 。ヘイ。ゴー。フンフン。イエイ。それって儀式に5時間パワーアップ。え？お、あれ？そんな。修行を開始してから1日余りの時間が過ぎようとしていた。よし、いいぞ。もうほとんど完璧だ。ではそろそろできるか試してみてもよかろう。よし、二人の気をピタリ同じにしろ。は、はい。いいぞ、始めろ。世界崩壊のカウントダウン、魔人ブーの凶悪変化。なんちゅう木の嵐じゃ。いや、やりよったわい、成功じゃ。よっ、よし、ひとまずはうまくいったぞ。30分後にはいよいよスーパーサイヤ人で成功させるんだ。俺を甘く見てないか。魔人ブーを倒すぐらいこのままで十分だぜ。貴様は魔人ブーの恐ろしさを何も分かっていない。まだその程度では絶対に勝てるわけがなかろう。高ビーなやつだけど大丈夫か。たった1日余りの魔人ブーの攻撃で、この地球のブーは人々を粘土に変えて自らの家を。その間、地球側もただ黙って見ていたわけではなく、やはり全く歯が立たず。だが残された人々は救世主があのセルをも圧倒した世界一、いや宇宙一の戦士。そう、不敗神話を誇る最強の戦士ミスター・サタンがついに動き始めたのである。あれが魔人ブーの家か。いるのかな、魔人ブー。いないのかな。いないぜ。おじけづいたか、魔人ブー。しょうがないな、いないんじゃな。戦えないもんな。帰るしかないか。カカ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 。ヤッホー。こんにちは。はじめまして。お前どんなお菓子になって食われたいか。いやちょっとお待ちください。私は家来になりに来たんですよ。お前俺の家来になりたいのか。それはもちろん。魔人ブー様に素敵なプレゼントがあるんですよ。ほら、
高級チョコレートですよ。どうぞ。チョコか。高級ってなんだ。とっても値段がお高くて美味しいってことですよ。ドキドキ。食べた食べたぞ、バカめ。そのチョコには猛毒がたっぷり入っているんだ。うまいな。え？人間のチョコよりうまいぞ。そうすか。お前面白いやつだな。家来にしてやる。え？どうもありがとうございます。いい気になるなよこのデブ。今に覚えてろ。ギッタギタにぶっ飛ばしてやるぜ。こうして魔人ブーのご機嫌を取りつつ、命を狙っては失敗を繰り返す魔人ブーとミスターサタンとの奇妙な生活が始まった。それから数日後。お帰りなさいませ。まだ食事を作っている途中でして。どうしたんですかその犬。こいつビビらない、逃げないのだ。なんでか聞いても言葉がわからない。お前わかるか。ああ、言葉はわかりませんけど、そいつ足を怪我してるみたいじゃないですか。それで逃げないんですよ。なんだそうか。怪我を治してやるからビビって逃げろ。あ、それ逃げろ。なんだこいつ、逃げない、怪我治ったのに。そいつ喜んでるんですよ、助けてもらったから。ブーさん気に入られちゃったんですよ。こいつ好きなのか俺のこと。そうですよ、好き好き。お前と一緒だ。お前も俺が好き。え？そうです。ちょっと嬉しい。嬉しそうだな、こいつ。あの魔人ブー様、一つお聞きしてもいいですか。なんで人間を殺したり家を壊したりするんですか。そうやって遊ぶって言ってた、ビビディもバビディも。誰でしたっけそれ。俺を作った嫌な奴たち。そんな嫌な奴の言ったことを聞いちゃいけませんよ。ダメですよ。やっぱし殺したり壊したりしちゃ。お前はやっちゃいけないと思うか。まあじゃあやめた。もう誰も殺さないの。どこも壊さない。やったぞ。やっぱり俺は英雄だ。ここは坊ちゃん、この辺りですよ。魔人ブーの家が。なんだびくついているのか。どうってことないって言ってるだろう。第一、強盗に殺人に散々暴れ回ってきた後だろうが。それはそうですが、相手は魔人ですし。いいか、世界中の人間がブーに殺されてるんだ。俺たちがやった殺しもブーがやったと思うさ。とっとと行くぞ。
なんでヒーローのミスター・サタンが魔人ブーと一緒にいるんですかね。ふん、そんなの知ったことか。まとめてぶっ殺してやるさ。俺たちが新しいヒーローだぜ。サタン。クソ、ブーは外したか。助かった。サンキュー。ギギギギ。え、どうかしたんですか。逃げろ。犬と遠くに死ぬぞ。え、死ぬ。どういうことですか。早くしろ。はい。何なんだ。魔人ブーの強い怒りによって、うちに持っていた邪悪な部分が大きく膨れ上がり、もう一人の魔人ブーとなって飛び出した。つまり純粋悪の魔人ブーと無邪気な魔人ブーに分かれてしまったのである。元祖魔人ブーに勝ち目はなかった。分離した時、力の大半を悪の方に持っていかれたからである。チョコにしてやる。また変なのになった。どうなってるんだ。まだ覚えて。フュージョンの修行が大詰めとなった中、な、おい、気づかんか、魔人ブ。やつは変化してしまったぞ。純粋な悪となり、体も弱い。しまった。今度の魔人ブは俺たちの木を見つ。出せ。出せ。俺と戦うやつ出せ。
ただここにいるはずだ。確かにここにいる。お前との戦いに備え起こせ。くそ、ドラゴンボールで必ず生き返す。すまんが、そうだ、お前はまだ地球上には随分生き残っているぞ。さあ戦うぞ。戦うやつ出せ。わかった。だが今その選手は寝ている。戦いの準備をする時間だけくれ。嫌だ。ミスターサタンの子供も待ってほしいと言っている。本当だ、サタンと匂い似ている。よし、トランクスとゴテンを叩き起こして、わずかな時間でも。ゴテンたちが修行するため、やむなくピッコロはゴテンたち。ここだ。だらだら、なんとか時間を稼いだが、外の1分は1週間は修行できたはずだ。じゃ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 、待っていた魔人ブー。ん、あれか。そうだ、奇跡を。行くぞ。オッケー、ビュー。大丈夫なのか？それとも他にも大技が。
るんだよな、とっておきが。でもちょっとピッコロさんをビビらせちゃおうかな、その方が盛り上がるし。あ、ダメだ。もう大技を出せるようなパワーが残ってないよ。おしまいだ、この世の終わりだよ。へ、貴様もこれまでだ、魔人ブー。貴様や我々のいた世界とこの世界とのたった一つの出入り口を破壊した。もう一生ここから抜け出ることは不可能だぞ。へえ。さあ俺たちを殺し、永遠にここで孤独に暮らすがいい、この何もない世界でな。お、俺の好きなお菓子はここにはない。もうなんで黙ってそういうことすんの。とっておきのすっごい技があったのに。お前もう限界だっていうようなことを言ってたじゃないか。あれは軽いの。アホか。こんな時に何が可愛い嘘だ。あの家元に戻してよ、バカバカバカ。二度と戻せるか、バカ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 。そんなの嫌だ。あれ、ピッコロさん、あれは。そんな信じられん。とてつもない木の力で次元に穴を開けやがった。しまった。消えた。何の音だったんだろう今のは。ラッキー魔人ブー。ちょっと腹減ってきたからちょうどいい。何にしようかな。チョコに決めた。わあ！ダメだ。針の先ほどの穴も開かない。しょうがねえな。あれ使うか。なんだというのだ。ひ、なんだと思う？じゃじゃーん。おい、何を。イエーイ。お前それどうなっているんだ。どうなってるったって知らないよ。でもめちゃくちゃ強いんだぜ。なんて喋ってる場合じゃないんだよな。あー、やったー。ほら早くしないと穴が閉じちゃうよ。ほら、魔人ブー、俺たちも出てきてやったぜ。あれ、お前ちょっと変わったか。
マークじゃないで。すっごいすっごいすっごい強くなってしまったのだ。貴様、ここにいた連中をどうした。へへ、ここだ。お、食べちまったのか。チョコにしてな。完全に怒った。その頃、海王深海のご飯は、そしてその傍らの悟空たちは、やべえ、じいちゃんの海王深は、よし、じゃあ行ってええぞ。バカたれ、ピンチになってから行った方が大変だ。なに、お前よくスーパーあの要領じゃ。スーパーサイヤ人の、はあ、すごい。早く地球へ。素晴らしい救世。すまねえな、ごはん。おら、痛かったな、近くで。お父さん、これでもごはんに暴れ。はい。では、すまん。はい、キビトさん、お父さんと。なる、色は惑星。バッチリ。私は行く、はるか。さよなら。よし。
御殿。トランクス君、ピッコロさん、間に合ってくれ。ことなさそうだな。大したことなさそうだな。あそこだ。まいったな。フュージョンも終わっちゃったよ。頼りになるとは思えんが、やるだけやって。誰か来る。帰ってきたご飯。限界を超えた奇跡のパワー。兄ちゃん、に、よかった、間に合って。ご飯さん、兄ちゃん。他のみんなは殺されちゃったよ、ま、母さんや、そうだよ。おいしかみんな、いや違う、ね、違う、貴様を殺
天然、お前はやっぱりな、お前だったか。遠い遠い、ずっと遠いところで強い力を感じていた。俺は俺より強い力を許さない。そいつは残念だったな、魔人ブー。よく聞けよ、俺はお前だけは許さない。絶対絶対絶対だ。すまん、ご飯。助かった。いえ。自爆するとはな。死んだのか、ブーは。いえ。どういうことだ、逃げたのか。木を感じないぞ。あいつだって木を隠れてチャンスを。わからない。でももし本当に生きてたの野郎、俺たちのスープもっと強く。そうか、そうだ、聞かせろご飯。へえ、そんそれより、ああ俺が持ってはいるが。で、大丈夫、デンデは生きてますよ。何？デンデのところに他にもかすかに誰かの気が。何？近いぞ、かすかに気を感じる。ん？なんだ？はい。あ、ミスターシブといやつだ。いや、一緒に。俺は神の神殿、ああ見えても根は善人なんだ。はい。デンデ、よく逃げ延びたな。ポポさんが僕をすぐに。さすがミスターポポ。おい、何？ほら、ガキとはなんだ、神様。え？妙だな、一体何を企んでるんだ。おい、チビたち。え、な、勘違いするな、貴様の相手は。その後なんでだ、貴
様はこの俺を倒したい。どうしたチビたち、俺とやるのか。なんだと、僕たちが今度こそ。当たり前だぜ。待て、何か変だぞ。フュージョン、はぁ、じゃじゃーん、またまた。あのチビのパワーとピッコロというやつの。なんだ？ちくしょう。どうかな、ごはんくん。無事作戦成功だよ。この瞬間こそ未来においても二度と現れぬであろう最強の魔人の誕生だ。汚いぞてめえ、二人を自分に取り込むなんてよ。お前のせいだぞ。お前は絶対に最強であるはずの私より強かった。遥か遠くにお前の存在を感じた時からこの作戦は始まっていた。そこで考えたんだ。その時戦っていたスーパーゴテンクスとかいうチビを我が身に吸収すれば、どんな奴が現れたって最強の王座は揺るがないと。だがそのチビのパワーには時間が限られているらしかった。そう話していたんだ。もし吸収する瞬間に元に戻られては困るからね。次の機会を待ったんだ。再びスーパーゴテンクスとやらになるには1時間あればいいらしい。だからそれまで消えていたんだよ。くっ、そういうことだったのか。どうせ吸収して一等賞になりたかったらこの俺を吸収すりゃ簡単だったのによ。ふっふっふ、何も分かってないようだな。敵もいないのに最強になってどうするんだ。前の魔人ブーが言ったはずだろう。絶対にお前をぶっ殺してやると。それが最大の目的だ。なるほど、そういうことか。納得。俺をぶっ殺してやるって勝負を急がせてもらうぞ。吸収したスーパーゴテンクスとやらは変身時間がかなり限られているようなんでね。貴様にしては冷静な判断だ。ピッコロさんも吸収したのは正解だったようだな。あっ、この吸収した強さ、想像以上だ。あっ、いや、うわっ、ボロボロだな。もう飽き。ちくしょう。ダメだ。
回やられちまう。こりゃ計算じゃない孫。え？いや。そうです、ご先祖様。実は孫悟空は。んなことはし、代わりにわしの命をくれてやるんじゃ。大海王子。いけません。だったら全宇宙は。では、せめてこの私の命。無理せんでいい。お前はまだ若い。じいちゃん。では。すまねえ、この…よし、早く…ほれほれ、さあ、行ってきます。おっと、待った、ポタラじゃ。後で片方を左耳につけろ。これ…もう片方はご飯の右耳につけ…は当たり前じゃ。しかもこれが昔からの海王神の知りません。本当に近頃の。ほれ、ちょっと試してみ。お前と君とで自分。あ、おお、すごい。これなら私も戦います。お調子になる。もともとが大したことないんじゃ。は、あ、こいつは確かに合体して。ホタラにそんな弱点はないわい。ま、保証できんが。見入ったな。ブツブツ言っとらんでさっさと行け。じゃ、行ってきます。何もかも消えてしまえ！お父さん、なぜ下界に？ご飯、これは？え？あ？い、ひ、拾え、早く！そいつを右の耳につけんだ！オラと合体してブーを倒すんだ。なんだと？合体？あった。これどうするんでしたっけ？させるものか。これはいい。前よりさらにパワーアップしてしまったぞ。ご飯との合体が。さあどうする。お前が合体したがっていた孫悟飯は私がいただいた。もうお前が合体するものなどどこにもおらんぞ。来たぞ。何人も何人も吸収しやがって。くそーく。この木は、まさか。どうした、もう諦めたか。ならとっとと死ねい。瞬間移動か。
送るのはここまでじゃ。せっかく閻魔大王の計らいで肉体を戻してもらって一日だけ戻れたというに、あんなのが相手では。ふん、気にするな。どうせ死んでいる身には変わらん。やるだけやってやる。ベジータ、やっぱそうだった。カカロット、ベジータ黙ってこいつを右の耳につけてオラと合体してくれ。断る。なぜ俺が貴様なんかと。これしかねえんだよ、魔人ブーに勝つにはさ。貴様と一緒になるぐらいなら消された方がマシだ。こだわってる場合じゃねえな。終わっちまうんだぞ何もかも。気に入らんのだ。この前貴様は俺と戦った時、さらに上の力があるにもかかわらず隠していた。何がスーパーサイヤ人3だ。いちいち勘に触る野郎だぜ。そんな奴と合体なんかできるか。悪かった。あれは変身していられる時間が限られてたんだ。もしもの時のために。言い訳などどうでもいい。俺に手を抜いたことに変わりはないんだ。舐められたもんだぜ。じゃあこのことも知ってっか。みんなブーに食われちまったんだぞ。ブルマもトランクスもだ。ブーが近づいてきている。頼む、助けてんだろみんなのことを。よくぜ、早く。見つけたぞ。ジータ、よくがこの合体は一度やったらもう二度と二人は元に戻れねえ。いいな。なんだと。くそ、こんなギリギリで言いやがって。いいんだろう、これで。サンキュー、ベジータ。何が起きた。よっしゃ。最強ライバルの共闘、吸収進化するブーを倒せ。ベジータとカカロットが合体してベジットってとこかな。さらにスーパーベジータ。お、大したもんだな。来いよ。生きがるなよ。本気でやってほしいな。貴様の無駄なんだよ、無駄。俺に勝とうだなんてさ。そら余裕だバーカ。余裕だぜバーカ。余裕だぜ。本物になるぞ。
とも面白くないぜ。ゲギー、なめやがって。本気を出させてほしいもんだな。さて、10数えるまで待って。1、2、3、4。ぐー、何やってるんだ。ここまで追い詰められたらすることは。こうなったらあいつを吸収。そうだ、さっきあいつにちぎられたあれを使う。7、8。やっと気づいたか。そのためにわざわざあの頭についている尻尾みたいなやつを切ってやったんだ。よし、やつは油断している。9。さて、果たしてうまくいくか。10。よし、バイヤー。はあ、やったぞ。ハハハハハハ。なんてことだ。いや、ちょっと変だと。やつはこれまで戦士を吸収するためにパワーをアップし、変わっていない。もしわざと魔人ブ、無敵となった記念に、やはりそうじゃ。いた。隠れろ。姿が元に戻っている。一体。とりあえずこいつらを隠せ。ブーはまだ気づいていない。よし、すぐにブーのところに戻るぞ。
よし、とりあえずご飯たちは大丈夫だ。ブーの野郎は固まったままだ。もう少し様子を見た方がいいかもな。ブーの様子はどうだ。ブーのやつ、まだ動きはなさそうだな。Thank you.
使いやがんな。さっさと片付けちまった。増えてるんじゃねえか。そんなまさか戻ってる。戻ってる？どういうことじゃ。ビビディの作り出した魔人ブーは邪悪そのもので、ビビディ本人の手にも負えない失敗作だったのですが、温和な大海王神様を吸収することでなんとかコントロールできるようになったのです。ということはじゃ、今のあの小さな魔人ブーは最初の一番厄介なやつじゃと。はい、吸収によってパワーを減らしてまで手に入れた心がまた元に戻ってしまった。自制心が全くない悪そのものの存在に。うぎゃぎゃおわー、なんだあれ。いきなり地球をぶっ飛ばそうとしやがった。ふざけやがって。おいブー、この星をぶっ飛ばすのは貴様の勝手だがな、俺たちと戦ってからにしたらどうだ。ギッ、あんなの跳ね返せねえぞ。ベジータこっちだ、みんなと瞬間移動する。はっ、捕まれ。ダメだ、間に合わねえ。こんな一瞬じゃ瞬間移動できねえ。おい、間に合ったか。ほらたちは間に合ったか。カカロット、貴様なんでこんな奴らを先に助けやがった。消えてしもうたよ。地球が何を言っ、やっとわかっ。カカロット、貴様はあんなもう地球も頼みの綱のドラゴンボーな、なんで地球にドラ。あれは真面目なナメック星人だけに言う。そうだ、僕の故郷のナメック星に行けば戻れますよ。ナメック星ですか。私ならこの海王神海と。いざ。あっ、ご覧なさい、こんなこと。おい、お前のポタラを悟空たちにやるんじゃ。もう、いや、そいつは、やっぱそいつはさ、自分一人の力だけで戦えてんだ。よく言ったな、カカロット。え？
の野郎。さっきの…まあいい、どっちにしてもやる。頼む、みんな…くそ、この海王深海は滅多なことでは壊れません。おが、頑張ってる。あ、しまった。あのおっさん、構わん。ほっ、よし、どっちから行く。見ようぜ。じゃんけんポン。よっしゃー。しこの目で見せてもらうぞ。あ、行くぞ。ん、お、やろう。いよいよ始まる全宇宙の命運をかけた最後の戦いが。行くぜ。すまねベジータ、オラじゃ勝てねえかもしれない。すまねベジータ。
オラじゃ勝てねえかもしれねえ。
かいやがんな。さっさと片付けちまうか。おい、ルーの様子がおかしいんじゃねえか。消えてやっとカカロット、もう頼みの綱。あれはそどれます。ナメック星です。ご覧なさい。おい、やっぱそいつ自分一人。よく言ったなカカロット。あの野郎。まあいい、頼む。このあ、しまった。よし、どっちから行く。見ようぜ。シャン、この目で見せて。行くぞ。ん、お野郎。いよいよ始まる全宇宙の命運をかけた。まだ
まだ行くぞ。なんとなく分かった気がする。なぜ天才であるはずの俺がお前にかなわないのか。守るべきものがあるからだと思っていた。守りたいという強い心が得体の知れない力を生み出しているのだと。確かにそれもあるかもしれないが、それは今の俺も同じことだ。だがカカロット、お前は違った。勝つために戦うんじゃない。絶対負けないために、限界を極め続けるために戦うんだ。だから相手の命を絶つことにはこだわりはしない。お前はついにこの俺を殺すことはしなかった。頭に来るぜ、戦いが大好き優しいサイヤ人なんてよ。バカロー、こっちは本場のカメハメハだ。頑張れカカロット、お前がナンバーワンだ。チキショ、あの野郎体力を減らしやがらねえ。カカロット、俺に遠慮せずとどめを刺してしまえ。ああ、ただなかなかチャンスがねえんだ。一分間ぐらい気をためねえとブーには勝てねえ。一分間だな。一分間俺が何とか奴を食いとどめる。貴様はさっさと気をためろ。一分かかるんだぞ。だったら早くしろ。分かった。切り札はみんなの元気玉、孫悟空最後の一撃。ふっ、いいか、おめえは今死んでる状態だ。もう一度死んだらどうなるのか知ってるか。なんだ、この世からもあの世からもおめえは存在しなくなる。死ぬなよベジータ。大きなお世話だ。よし行くか。たお、
つも気がたまらない。何よ、早く思い込みだ。カカロット、こんな奴と戦ってたのか。ブー！黙って見てたらいい気になりよって。この全世界格闘技チャンピオンのミスター・サタン様が成敗してくれる。決まった。夢なのが惜しいぐらい激しく決まった。やっぱし夢でも怖い。どうしたことじゃ。こいつは。あの太っちょの魔人ブーはミスターサタンと仲が良かった。そのブーが体の中にいたから拒否反応でサタンを攻撃できなかったのです。それでそいつを体外に吐き出したわけか。まあでもサタンとやらがやられても特に影響はないけど。そうですね。お前嫌いだ。サタンいじめるな。ブーしゃー。カカロット、今のうちだぞ。まだか。まだ気はたまらんのか。
ていく。気をためるどころか普通に戻っちまいやがって。ちくしょう、死んでた時は全然へっちゃらだったのに。やっぱ死んだまみでスーパーサイヤ人3になるとやたら気を食っちまうらしい。まいったな、さすがにまいった。海王神たち、デンデ、聞こえるか。このよし、じゃあ今すぐ復活したの。あのガタガタ言わずにさっさとしろ。わかり、ベジータと。カカロット、貴様、今まで。なんだよ急に。たまには地球の奴らにも。デンデ、待っておったぞ。え、これはこれは、海王神様もようこそいらっしゃいました。みんな、事情はすべてわかっております。さあ急ぎましょう。ありがとう。ベジータさん、ドラゴンボールはもう7個全部集まってます。そうか、早速ナメック星のポルンガを呼び出してくれ。叶えてほしい願いは2つ。まず破壊された地球を元通りに戻してほしいこと。次に、あの天下一武道会のあった日から死んだもの全てを、極悪人を除いて生き返らせてほしいこと。この2つだ。今すぐですか？あの3つ目の願いは？さっきの2つ以外はどうでもいい。今すぐだ。ベジータ、2つ目の願いさ、ブーに殺されたやつを生き返らせてくれって言った方が分かりやすいんじゃねえか？バカめ、バビディやダーブラとかまで生き返ってしまうぞ。それに、それでは武道会場で俺に殺された連中は生き返れない。おめえ、結構考えてんだな。ダメだ。このポルンガの願いで生き返られるのはたった一人だけでした。その心配は無用じゃ。フリーザのことがあってから、私はポルンガの願いをパワーアップさせておいた。それじゃあ、何人でも？大丈夫だそうです。よかった。さあ、始めてくれ。タッカラプトポッポルンガプピリットパロー。さあ、願いを言うがいい。どんな願いも3つだけ叶えてやろう。タッカラプト、ポッポルンガ、プピリットパロ。遠い星、地球が破壊され消されてしまいました。元に戻してください。オッケー、お安い御用だ。一つ目の願いは叶えた。やった。さあ次だ。二つ目の願いを言うがいい。どう言ったらいいかな。ピッポターラ、サリモンポッポ、トッテラッポ。
魔導士バビディが地球にやってきた日から死んでしまった人たちを生き返らせてください。うんと悪いやつを除いて。わかった。だが少し待ってくれ。数が多いので大変だ。はい。まだかデンデ、まだ願いは叶わんのか。うるさいの、そうギャーギャーわめくな。ホルンガも苦労しとるんじゃ。お、待たせたな。二つ目の願いは叶えられた。みんな生き返りましたよ、ベジータさん。お、ベジータの頭の上も取れた。生き切ったんだ。よかったな。おめえ極悪人じゃねえって思われてっぞ。あら？俺ってブーに殺されなかったっけ？あれ？何がどうなっちゃったんだろう？え？なんだ、わかったぞ。ご飯やゴテンクスを生き切らせて戦ってもらおうってんだ。違う。始めるぞ。用意をしろ。元気玉の用意だ。元気玉？元気玉だって？そりゃ無理だよ。ブーが相手じゃ、いくらちょっとずつ元気を地球人みんなから集めたって。言っただろ、たまには地球の奴らにも責任を取らせろと。少しずつではない、ギリギリまで元気を集めさせてもらうんだ。おい、海王神聞いてるか。地球の連中全員に話がしたい。なんとかしてくれ。そいつはわしに任せろ。得意技じゃ。誰だ。この声は海王様だろ。当たりじゃ。ベジータとやら、決め技にわしの元気玉を選んだところはナイスだぞ。さあ話せ。地球どころか宇宙中にだって話ができるぞ。助かったぜ。聞こえるか、世界の人間ども。俺はあるところからお前たちに話しかけている。お前たちは魔人ブーに殺されたが、ある不思議な力で生き返らせてもらった。町や家全て元通りのはずだ。だがこいつは決して夢なんかじゃないぞ。今あるところでお前たちに代わって魔人ブーと戦っている戦士がいる。だが正直言って情勢はかなり悪いと言える。そこでお前たちの力を借りたい。手を空に向けてあげろ。お前たちの力を集めてブーを倒すんだ。かなり疲れるが、思いっきり走った後と同じようなもんだ。さあやれ、手を挙げろ。よし、カカロット、始めろ。あ、オラに元気を可能な限り分けてくれ、頼む。そうか、元気玉だ。分かったよ、パパ。ベジータめ、らしくない真似をしやがるぜ。ソラ、持ってけ持ってけ。え、あ、おお、来た来た。いきなりでっけえぞ。こいつはご飯たちの木だ。だがまだ完全じゃない。なぜだ。みんな気をつけろ。本当に力を吸い取られるらしいぞ。苦しそうだぞ、騙されるなよ。
誰がこんな怪しい声の言うことなんか聞くかよ。こいつバビディとかいうやつじゃないのか。畜生め、どいつもこいつも俺の言うことなんか信用しやがらない。おい、なんでこんな声が聞こえるんだ。ブー、くそ、まずいぞ。デブの方はもう死にかけだ。何しやがる。やめろ、この。くそったれめ。気づかれた。カカロット、俺がなんとか少しでも時間を稼ぐ。あとは貴様が地球のバカどもを説得しろ。急げ、カカロット。時間を稼ぐったって、おめえは生きていっただけで気はまだ十分じゃねえじゃねえか。そう長くは持ちこたえられんぞ。地球のみんな、頼む、頼むから元気を上げてくれ。みんなの助けが必要なんだ。空に手を上げてくれ、早く。声は、うん、今やっと声の主たちの正体が分かった。あの孫悟空たちだ。彼たちが戦ってくれておる。魔人ブート、さあウパ、手を天にかざせ。なるほど、そういうことか。ふん、久しぶりに聞いたな、あいつの声も。孫悟空だ、孫悟空だ、スノ。そうよ、絶対そうだわ。ダメだ、ちょっと増えただけだ。なんでだ、なんでみんな分かってくれないんだよ。早くしてくれ、みんな。地球も宇宙もどうなってもいいのか。バカ野郎、なんだと、バカ野郎だと。人に頼むのにでかい態度だぜ。あんなの無視無視。もしかしたら魔人ブーのことも全部本当はなかったんじゃないか。そうか、集団で催眠術にかけられてたのかも。貴様らいい加減にしろ。さっさと協力しないか。このミスターサタン様の頼みも危険というのか。え、サタン、え、どういうことなの。サタンだ、ミスターサタンだ。も
もしかしてブーと戦ってるってミスターサタンだったんですか？そうだ俺が魔人ブーを倒してやるから、お前たちも早く力を貸さんか。まあしょうがないじゃないか。こうでも言わんと奴ら信用せんからな。まずあのブーを倒すことが先決だからな。必要ないのか。そうだ、フォルンガさん。
悟空って人の体力を元に戻してあげることってできる？可能だ。よかった。すぐにお願いします。プピリッとパロー。もうダメだ。悟空さん、三つ目の願いで悟空さんの気が元に戻ったでしょ？ドラゴンバレー。おめえはすげえよ。僕頑張った。たった一人で。今度はいいやつに生まれ変わるよ。一対一で勝負して。待ってかんな。俺ももっともっと腕上げて。またな。お母さん、カカロット、父さん、ショーン、いけやれやれ、手間取りやがって。チッ、嬉しそうな顔しやがって。ほんとムカつく野郎だ。諸君、格闘技世界チャンピオンのミスターサタンだ。諸君の協力もあって恐ろしい魔人ブーはたった今死んだ。もう安心だ。恐怖から解放されたのだ。ベジータの怪我を先に治してやってくれ。あいつ相当くたびれてる。あ、はい。おい、どこ行くんだ、ワンコ。ん？まだ生きている。頼む、直してやってくれ。直せるんだろう、不思議なパワーで。ふざけるな、冗談じゃない。どけ、この俺がとどめを刺してやる。やめろ、やめてくれ。こいつはそんなに悪いやつじゃないんだ。
頼むよ。お願いします。私が責任持って我が家で保護するから。保護だと？笑わせるな。貴様の力で一体何ができると言うんだ。ブルオン直してやってくれてんで。なんだと？貴様正気か。まあ、いいじゃねえかベジータ、この二人がいなきゃオラたちみんなやられてたぜ。だろ。ちっ、勝手にしろ。どうなっても知らんぞ。ありがとう、本当にありがとう。さあブーを元気にしたら一緒に地球に帰ろう。思いっきし食ってたっぷり寝てや。こうしてついに悟空たちは地球へと帰ってきた。そして懐かしき仲間や家族との再会を喜び合った。もっとも歓迎されない者も一人いたが。ずいぶん留守にしちまって悪かったな、みんな。ほら、海王神のじいちゃんに命もらって聞けたんだ。それじゃあまた一緒に暮らせるのか。今度はご飯とコテンと家族4人で。ああ、早くパオズ山行けって父の手料理が食いてえぞ。7つ集めればどんな願いも叶うと言われる秘宝ドラゴンボール、それをめぐる孫悟空とたくさんの仲間たちの摩訶不思議な冒険はまだ続いていく。これからもいろんなトラブルが待ち受けているに違いない。でもきっとまた乗り越えていくことだろう。大丈夫、地球にはすごい奴らがいるのだから。
ベジータ、これまでいろんな変、オラワクワクし。やっ。なんか力が出ねえな。また勘弁して。こんにちは、はい。ええ。さあ、
トレーニングを始めましょうか。試させてもらおうかしら。全力でアクションを相手に。誰に来ているか。よっはっよっよっよっ。消えてない。アクションを見せろ。そんなこと。この借りは必ず。おめでとうございます。相手してあげるわ。ありがたく思います。決めよう。その程度では私を楽しませることなど到底できないわ。よっはっよっはっよっはっよっ。もはや誰にも止められないわ。消えてなくなれ。よっ。バカはバカなりに抵抗してる。よっはっよっはっよっ。そろそろ決めるわ。そんな、私が押されている。ありえない。はっよっ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 はっ。誰にも止められない。よっはっ。消えてなくなれ。よっよっ。
めでとうございます。そうじゃな。いいもん手に入ったな。すげえうまそうなもん見っけ。何してっかな。木が見せてくんのがわかんな。よかろ。このツヤ絶対うめえぞ。このまたな。よかろ。またな。
なんか嫌だな。ワクすっぞ。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。あ、勝負だ。嫌がんな。さっさと片付けちまうか。魚がいいんなら釣って飯にしてえな。修行の成果を見せてやる。Yeah!
嫌がんな。嫌がんな。さっさと片付けちまうか。よし、勘を取り戻すかな。あ、一挙やった。見せてくんのがわかんな。やりそうなやつだな。あ、一丁やっか。バカ。
嫌がんな。さっさと片付けちまうか。